フランス料理。フランス料理は、フランスで発祥した様々な食文化の総称。現代では、世界三大料理の一つに数えられている。中世後期にはその原型が存在していたとされ、その外形は14世紀当時のレシピを、編纂したというから伺い知ることができる。16世紀になると、イタリア料理の大きな影響を受けることになったが、17世紀前半から、 フランス本来の料理様式を確立する運動が始まり、宮廷料理モデルのオートキュイジーヌの誕生とワインとチーズ文化の解明などを経て、後世に継承される伝統的なフランス料理文化が形成されていった。20世紀に入るとエスコフィエによって体系化されたフランス料理の国際的知名度は飛躍的に高まったが、高級料理としての一面ばかりが脚光を浴びることに、 なり、その土台であるフランスの各地方料理は、茅やの外に置かれていた。フランス料理の代表的なメニューは、ローカルな郷土料理から発展したものが多く、各地方の食文化を抜きにして語ることはできなった。こうした点が見直される中で20世紀半ばからは、いわゆるカントリーサイドの料理にも焦点が置かれるようになり、多様性に富んだ食文化の総合体であるフランス料理本来の 姿が世界中に知られるようになった。2010年にフレンチガストロノミー、フランス美食学はユネスコの無形文化遺産に登録された。中世のフランス料理は宮廷内の先倍特許であり、明確な作法はまだ存在せず特に規則性のない雑多なメニューが次々とあるいは一斉にテーブルに並べられていた。当時の食文化の中で特徴的なものを挙げると、 食肉は加熱調理された後に厚くスライスされて、マスタード風味の濃厚なソースで味付けされることが多く、皿は使われず平べったいカリカリのパンの上に料理は置かれて、それを手づかみで食べていた。スープやシチューはテーブルのくぼみに注がれ、パンを浸すかスプーン、または手のひらですくってんでいた。中世フランス料理の代表的なシェフは、ギオームティレルであり、 14世紀に活躍した彼のレシピをまとめたとされるは一部に後世の創作が疑われるものの現在に通じるフランス料理の原型とみなされている。16世紀から17世紀にかけてのフランス料理はイタリア料理の大きな影響を受けており、これはカトリーヌ・ド・メディシスがバロア城のアンリ2世に腰入れした際に連れてきたイタリア料理人起因するという説もあれば、 自然にもたらされたとする見方もある。この頃にナイフとフォークを用いる食事作法が一般的となった。17世紀になるとイタリア料理の影響から離れる方向でフランス料理の改革が進められるようになり、フランス宮廷料理の提携で今日では伝統的な高級料理モデルとして知られるオートキュイジヌ思考料理が誕生した。17世紀の巧妙なシェフであるは、 フランス初の正式レシピ書となるルック・イ・ージーにフランスはお前651年に上司して当時の料理事情を伝えている。その後も様々な宮廷料理人が調理技術の創育夫を加え、上品で繊細なフランス式の料理スタイルはブルボン長期を通して確立されていった。なお、当時はギルド、同業組合の統制により、 食材業者と調理師の商業活動が制限されていたので、宮廷内で育まれていたフランス料理文化が市民の間にまで広まるには、封建制度の消滅まで待たばならなかった。18世紀末にフランス革命が勃発すると宮廷での食を失った料理人たちが各地に流出し、またアンシャンレジームの崩壊に伴うギルド、同業組合制度の消滅によって、 彼らが街角で自由にレストランを開けるようになったことから、フランス料理は市民の間にも大々的に広まり始めた。19世紀前半に、東大最高のシェフと称えられたアントナン・カレームは、オート・ユイジイヌ、思考料理の芸術性と美食性をさらに高め、また、エル・アート・デ・エル・エキジーヌ、フランセイズ・エイ・ユー・ディックス、ナベイ・エム・シエクラをはじめとする様々な著書を残し、 その中で洗練されたメニューと聖地を凝らしたレシピを数多く紹介して、フランス料理の発展に大きく貢献した。カレームは、いわゆるセレブシェフの元祖でもあった。19世紀後半になると、シェフの偉人、オーギュスト・エスコフィエによって、フランス料理は新たな時代を迎えることになった。エスコフィエは、カレームによって生み出されたレシピの技巧に走りすぎている部分を巧みに簡略化して、 より実用的に調理できる、洋隠紙メニューを再構築した。さらに、ブリガードドキュージーヌ、料理団と呼ばれる、組織構造を厨房に導入して、効率的な調理、プセスを実現し、また厨房内に規律と礼節を行き渡らせて、料理人たちの社会的地位をも向上させた。本来はリーダーを意味する、セフが、西洋コックの代名詞となったのは、ブリガード内の各調理責任者に、 シェフの故障が当てられていたことに由来している。エスコフィエが編み出したフランス料理知識の総体系は1903年刊行のにまとめられた。1930年代に入ると大戦艦機の3、大シェフといわれるフェルナン・ポワン、アレクサンドル・デュメーヌ、アンドレ・ピックラが、エスコフィエの料理体系を受け継ぎながらも、さらに時代に合わせたへと進化させていった。 1970年代になると濃厚な味付けを避けて新鮮な素材の風味を生かした調理技法がポアンの弟子であるボキューズ、シャペル、ドロワグロ兄弟たちを中心にして施行されるようになり、これはヌーベルキュージーヌ、新生料理と呼ばれてフランス料理の新たな潮流となった。九百八十年代半ばになると濃厚なソースを重視する古典のメニューが見直されて、 本来の主流に戻り始めた。現在も、シェフたちによる、新しい調理技法の探求は続けられており、古典重視の保守性と自由で柔軟な前衛性を、持ち合わせたフランス料理文化は、終わりのない進化の様相を呈している。フランス料理の献立はオードブル、アディー、ベラ、アントレイ、メインディッシュ、プラットプリンシパル、デザート、デザートの参考性で、しばしば提供される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。